まさの鉄道の教室。鉄道を通じて競馬を楽しむ、競馬が楽しいそのがこう伝わるとね、いいなとは思いますけど、あとは競馬 YouTuber を目指してさて今回は亀の説法です、はい、今日はどこから勉強しましょうか。今日はですね、62から67ぐらいまででいいですかね。はい、67、うん、そうですね、うんうん、まあアーモンドアイ好きなんでしたっけ。好きです、はい、なんでなんで、まあ、顔が可愛いなっていうのは最初の印象なんですけど、まあうん、まあ勝つからね。あのアーモンドアイって父がキングマンボケで母父がサンデー系って知ってました。知らなかった。はい、嘘でしょアーモンドアイの血統は知らないんですか。血統はもうあのロードカナルアとかそういう表面的なことしか、はい、表面的っていうかですね。ロードカナルアのお父さんがキングカメハメハ、うん、でキングカメハメハのお父さんがキングマンボっていうのは知らなかったと。キングカメハメハのお父さんキングマンボは分かる。だからキングマンボ系なんですよ、はい、うん、まあだから、うん、まあ当たり前の話なんですけどねまあエイシンフラッシュもキングマンボ系って知ってました、うんうん、ワークホースもキングマンボ系、ね、で当然キングカメハメハとロードカナラを、まあ、親子ですからキングマンボの父系から引き継いでる、ね、うん、まあ、キングマンボ系だと、はい、で、まあ、あとはサンデーサイレンスね。ディープインパクトのお父さんはサンデーサイレンスで、うん、はい、まあ、つまりサンデーサイレンスが父系かキングマンボ系が父系か、もう、うん、もう日本はこの二強なんだよっていうのが、うん、一つと、うん、ただそのキングカメハメハとディープインパクトっていうのは微妙に個性が変わるんですね、うんうんうん、例えばキングディープインパクトとキングカメハメハって同じタイムで勝ったアービー勝ったんですよ、うん、でも2分23秒3で勝ったんですけどね、はい、ただ勝ち方が違って、うん、ディープインパクトは4コーナー10番手から33秒4の上がりで勝ったの、うん、キングカメハメハは4コーナー3番手で 35.4 で勝ったんです、うん、だこの2頭っていうかキングマンボの本質というのはね、あのディープとは違ってあの日本の芝へ対する適応力がディープインパクトとキングカメハメハって同じなんだけど、うん、まあ、サンデーとキングマンボって言ってもいいんだけど同じなんだけど、はい、あの直線のスピードでバーッと直線の伸びのあるスピードで速い走破タイムで走るのがサンデー系の特に代表がディープインパクトで、うん、キングマンボ系のキングカメハメハっていうのは本質的にはスピードを持続していくっていうのが本質だって、うん、ただ今の時代はもうその速い速い両方くっつけちゃうっていうのが最強みたいになっちゃってるのがそれがアーモンドアイそういう時代になっちゃってるね、うん、だからただキングカメハメハとサンデーは本質的には個性が違うし、うん、あとキングマンカメハメハっていうのはあの実はキングマンボ系っていうのはもうサンデー系に比べればダート馬を出す確率は圧倒的に高いんですよ、うん、本来はね、はい、本来はただお母さんの血を日本はサンデー系が溢れているのでキングマンボ系が、まあ、アーモンドアイもそうなんだけどキングマンボ系が日本で伸びているっていうのはスウェプトとかの 49er 系のとかの同じミスプロ系とのね 49er のそのスウェプトオーバーボードとかと同じように母馬の能力をこう個性適性を引き出しやすいんでそうすると母馬の適性をだからアーモンドアイもフサイチパンドラって言ってサンデーの芝の G1 で活躍した、はい、うん、中距離 G1 で活躍した馬なんでその個性を引っ張ってこれるっていうのがあるんで、うん、だからキングマンボ系は今伸びてるんだけどロードカナラも成功してんだけど、うん、本質的にはキングマンボの本質はサンデー系よりも前に行ってスピードを持続するとか 1200m とかの適性はキングマンボ系の上なんですよっていうそういうことも書いてあるんですね。なるほど、うん、まあ、当然2頭とも日本的の芝適性はすごい高いんだけど、はい、この個性がちょっと違うんですよっていうのがこのページには書いてあるんですね。こなし方ですか、ね、同じ2分23秒3で走るにも、うん、スピードを速いスピードを持続していくのがキングマンボ、うん、直線のビューっていう伸びだけでなんとかしていくのがサンデー系だと、まあ、そういうことが書いてあるんですね、うん、ありがとうございます、はい、どうも。